手話じゃなくてすみません。口の動き読める？読めない？近い。そういうことか。さっきの人日本語ペラペラ。そうだったんだ。珍しい生き物みたいに見てくる。初めてこういう人に会った。ほらやっぱり。俺次で降りる。そっちは降りる？降りない？さっきより口の動き読みやすく動かしてくれてる。じゃあな。